だよ。助けに来たって聞こえなかったのかよ。マリコ、何やってんだ。早くこっちに来い。マリコ、あなたは何をしているのですか。僕はあなたの敵なのですよ。どちらなのですか。とにかくマリコを離せよ。マリコさん、今のうちにこっちに。大丈夫ね。だから言ったろ、
マリコなら大丈夫だって。あら、自分が一番責任を感じてたくせに。んなことねえよ。ちょっと目の前で触られて。もちろんじゃない。すごい心配したんだから。たくみさんはどうだったの？そう。マリコさん、頑張って。
だとさ。タキコ、さっさと行くぞ。遅れるのは勝手だが、手伝わないからな。ウルキ、そんな言い方。そう思うなら、もう少しキビキビ歩いてくれねえかな。うわじゃねえよ。もう歩けねえのか。無理すんなよ。疲れた顔で言われても説得力ねえんだよ。タキコはいいんだよ。お前の方がよっぽど危なっかしいからな。お前、シギたちに変なことでも吹き込まれたのか。いや、何もないならいい。お前が思っているよりはな。滅びの象徴じゃ、おちおち町も歩けない。それはマリコさんのせいじゃないわ。ま、そりゃそうだ。マリコのせいじゃないが、マリコが巫女じゃなければこんなことにはなってねえよな。ウルキ。なんだよ。うん、なんでもない。バーカ、お前が遅れたって同じくらい危ねえよ。
危ないと思うならさっさと行くぞ。戻ってきてくれたの？そっか、俺マリコのことを殺さなきゃならないかと思ってたんだ。助かってよかったね。
なぜあなたがここにいるのですか。シニ様、マリコは逃げてきたんだって。これだったら殺さなくていいんだよね。ええ、上出来ですよ、シュラ。僕はマリコに聞きたいことがあります。シュラは宿営地に戻り、ここまで移動させるように伝えてきてください。はい、シギ様。一つ聞いてもいいですか。なぜ戻ってきたのです。僕の質問が先です。病人？逃げたあなたを追って。僕がおとなしくしていれば、あなたもおとなしく捕まってくれますか。あなたは何をしたいのですか。理解に苦しみます。
夜に散歩ですか？それが僕の仕事ですから。自由にしていても構わないとお伝えしましたが、夜の行動は控えてください。闇に紛れて七星士たちがあなたを奪い返しに来るかもしれませんし。ええ、もちろん僕があなたを守りますよ。ところで、あなたにはそうまでしてここにいたい理由があるのではないですか？あなたって人はなんでこう放っておけないのですか？だから夜の行動は控えてくださいと言ったのです。もしあなたに万一のことがあれば。いいえ、僕の気が済みません。ここにいる限り、あなたの身の安全は僕が保証します。夜風は身に染みます。体が冷えないうちにお戻りなさい。